アール・ラシャード・クラークはアメリカ合衆国ニュージャージー州プレーンフィールド出身のバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。2006年からルイビル大学で3年間プレーし、2009年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。14位という評価を受け、フェニックス・サンズから指名され入団。しかしルーキーシーズンの2009から10シーズンは、 アマレスタウダマイアーラの影に隠れ、51試合の出場で平均2.7得点で終了。2010年12月16日、ビンス・カーター、ヒドター・コルー、ジェイソン・ギチャードソン、マルチン・ゴルタットが絡んだ大型トレードでオーランド・マジックに移籍。2012年8月10日、ドワイト・ハワードを中心とした4チーム間トレードでレイカーズに移籍。レイカーズでは、 ハワード、パウガソルラの控え役として重宝され、59試合の出場で平均7.3得点を記録するも、シーズン終了後は、クオリファイングオファーの提示はなく、完全 FA となった。2013から14シーズンは、クリーブランドキャバリアーズでプレーするも、トレード期限日に、フィラデルフィアセブンティーシクサーズに放出され解雇。後に、ニューヨークニックスと契約し、 残りシーズンを過ごした。2014から15シーズンは、メンフィスグリーズリーズとヒューストンロケッツのシーズンキャンプに参加するも、いずれも解雇され、ロケッツを解雇後、参加のリオングランデバレーバイパーズに相関。12月に、山東高速、金星アイダマ・クラブと契約。中国リーグ終了後に、ブルックリンネッツと契約し、残りシーズンを過ごした。 2015から16シーズンは、デラウェア67アーズなどでプレー。2016年8月10日、ベシクタシュ JK と契約した。ありがとうございます。